ぼーっとしてんじゃないよ。撃ってろ。あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かった。私はラビア。あんたは？そうかい。それで、なんで？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉御、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒。次は私の番。
次のターゲットはドイツだ。くらえ。この程度かよ。次は私の番。えい！みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はごちそうでお祝いだよ。このままじゃいけません。次は私の番。もっと頑張らなくちゃ。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。奴らを射抜け。そこだ。
じゃんか。あ、なんでもねえ。